はい、えー、それでは2月21日の3問に入ります定期建物賃貸借契約において契約期間を6ヶ月とした場合契約期間は6ヶ月となる丸かばつかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは これ丸ですね。定期建物賃貸借契約において、契約期間っていうのは制限がないんですね。まあ、制限がないということなので、まあ、6ヶ月って定めたのであれば6ヶ月になりますし、1年と定めたのであれば1年となるし、2年と定めたら2年となるということですね。まあ、これは基本事項です。でそもそも定期建物賃貸借って何なのかって話なんですね。これが重要です。 定期建物賃貸借っていうのは、更新がなく契約期間の満了とともに契約が終了する。こういった建物の賃貸借なんですね。これつまりですね、オーナー、賃貸人にとっては、建物をずっと住み続けられることを防ぐことができるんですね。更新がなくて契約期間満了とともに契約が終了するってことは、もし契約期間を6ヶ月と定めたのであれば、6ヶ月後にはもう契約終了になるんですよ。 で、出て行ってくださいって言うことができるんですよね。で、一方で、普通建物賃貸借契約っていうのは、オーナーから解約する場合って、制度自由が必要なんですね。つまり、多くの場合が、更新、更新、更新ってなってくるんですよ。解約しづらいんですね。このように違いをちゃんと明確にして、対して頭に入れておきましょう。で、問いにですね、えー、宅建業者は、 国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存すればよい。丸か×かという問題ですで。答えは×ですね。従業者名簿については10年間保存しなければいけません。これは最後に記載した日から10年間です。まあ、問題文では最終の記載をした日ってなっているんですけども、これはまあ最後に記載した日ですね。から10年間保存しなければなりません。 で、対比して覚えていただきたいのは、帳簿ですね、帳簿。帳簿については、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存ということなんですね。で、この各事業年度、これ何かっていうと、会社っていうのは、決算期っていうのがあるんですよ。例えば、3月末決算なのであれば、事業年度っていうのは、4月1日から3月末まで、これを事業年度っていうんですね。なので、その末日っていうのは、 3月の末です。だから3月末に1回閉めますよね、決算だから閉めるわけですよ。閉めた後5年間保存してくださいねっていうことですね。まあ、これ意外と知らない人いるんですよね。なので、こうちょっと頭に入れておくと、この内容も理解しやすいんじゃないのかなと思います。で帳簿について、まあ、宅建業者が自ら売り主となって新築住宅の取引をした。 場合っていうのはその取引については10年間保存しなければなりませんなのでこの1から3ですねこの3つはもう対比してもう一緒に頭に入れておきましょうで問3ですね都道府県知事は用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは 当該開発区域内の土地について建築物の敷地構造及び設備に関する制限を定めることができるルかツかという問題ですねえ答えは丸ですつまり指示っていうのは、まあ、必要な制限を定めることができるんだということなんですねで用途地域の定めがある土地っていうのはまあいろんな制限がかかってくるわけですよ 例えば、第一種低層住居専用地域だったら、建物の高さの制限がかかってきたり、あと外壁の交代距離の制限がかかってきたりするんですね。つまり、この用途地域の定めがあることによって、一定の制限はあるんです。それに対して、本問のように、これ用途地域の定められていない土地ですよね。ここっていうのは、制限がないんですよ。 したがって、知事は必要があるときは一定の制限を定めることができるって話なんですね。で、制限の内容っていうのは憲兵率だったりとかえ、建物の高さだったりとか、まあそういった内容です。まあここは細かくね、覚えなくても大丈夫です。頭に入れることで言うと、用途地域が定められていない土地については制限がないから、知事は一定の制限を定めることができるんだっていうことですね。ここを覚えていただければ大丈夫です。まあ覚えるっていうか、これ理解していただければ解ける問題ですよね。 まあだからこそ理解学習が必要だってことなんですよ。これ、多くの方が意味がわからないんですよ。何を言ってるのかが。でも今言ったように、あ、用途地域定められていないんだなってことは、あ、これ、制限ないぞと。これ制限なかったら、いろんな建物建てられるわけですよ。 建ててほしくない建物も建てられる可能性があるんですよね。だ、そういったものを排除するために、知事は一定の制限を定めることができるんだっていうふうに理解をするわけです。まあ、そうしたら答え丸だというふうに、もうすぐ答え導けますよね。だからこそ、理解学習が必要だっていうふうにお伝えしてるんですよ。丸暗記じゃなくて理解してくださいねって言ってますよね。まあ、そうしたら点数も飛躍的に上がりますので、えー、一緒に理解学習できれば嬉しいです。 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また明日お会いしましょう。レトスの小野でした。